中越国境を形成する黄河の中国側にある境界石。川の向こう側がベトナムである。中国とベトナム中越国境中越国境とは中華人民共和国とベトナムとの間の国境である。中越国境は中国南部とベトナム北部の間の陸上国境とトンキン湾と南シナ海上の海上国境とで構成されている。 陸上国境をめぐる紛争は、両国間の条約の締結で、ほぼ解決している。海上国境については、南佐諸島や西佐諸島に含まれるの島の領有権や、周辺を含む海域の領海をめぐって、紛争中であり、未確定の状態にある。黄河と竜保川の合流点。この地点から、国境が川から離れる。陸上国境の延長は、 1> 約1 4 4 4トルで、西端は十層大山山頂にある中国、ベトナム、ラオスの三国国境地点。東端は中国、東高市とベトナム門海市付近の北ロンガの河口である。中越国境は中国とベトナムの少数民族が住む孤立した山岳地帯を通っている。両国の陸上国境は一部が河川に沿って設定されている。例えば、 国境河は、竜保河合流天から南系河合流天までが国境になっている。中越国境の大まかな位置は、北総と大越の間の総越広しネ戦争の後の国境合意によるもので、その位置は現在に至るまでほとんど変更されていない。神仏戦争の講和条約である天津条約により、清とベトナムの国境が定められた。条約の第3条では、 トンキンとキヨシの間の国境を明確にするために、神仏の委員会を任命することを規定している。真の委員は、周徳順、コウロジ、東照教であった。フランスの調査団は、ブルシエ三社フレイを団長とし、在ントンのフランス領事エムシェルツァー、インドシナの著名な探検家ポールネース、ティシエール中佐、ブアイネタイー、パルドラ・バリエールが含まれていた。 1885年10月には、デクールシー将軍が軍を派遣し、国境の町を占領した。国境確定の作業は1885年後半に開始され、1887年に完了した。フランスは、現在の厚生地湾族自治区の国境に近く、清洲戦争で、フランスが勝利した場所であるドンダウンに対する中国の主張を拒否したが、その代わりに、 関東省の西の国境にあるバクロンビー島を中国に与えることで合意した。雲南省とトンキンの国境の二つの地域をめぐる紛争はベトナムにう日とうよりを与え、中国に馬城関と南丹山の間の肥沃な土地を譲渡することで解決された。1887年6月26日、北京でフランスと清の代表者が新たな国境を 確認する協定に調印した。八百八十七年六月二十六日に調印された八百八十七年条約とフランスと清朝の間の八百九十五年追加条約はベトナムと中国の国境を決定する最初の国際的な法的文書と考えられている。この国境線は歴史を通じてすでに形成されていた国境線にほぼ沿ったものだった。また、 この条約に基づいて、門外からラオス、中国国境まで国境標が341本立てられた。フランスと新庁の国境確定は、多くの区間で不完全な技術的、実用的条件と不完全、不明確、不正確な文書や地図に基づいて行われた。国境標は座標に基づかずに設置され、また、多くは損傷し、次第に失われたか、 取り除かれた。また、元の地図の多くはもはや存在せず、人々は国境とは無関係に移動した。これらの要因はすべて国境管理に困難をもたらした。国境内戦時、共産党軍は第一次インドシナ戦争でフランス軍と戦っていたベトナム人を支援しながら、ベトナム付近の国境を補給所として利用した。川口口岸。奥が 中国、川口鎮、手前がベトナムラオカイ中国とベトナムは1991年に国境貿易に関する協定を締結した。1992年には21の交易ポイントが開設され、そのうちの4つは国境検問所を兼ねている。以下の2つの鉄道路線が中越国境を通っている。アンダーソン。 James A. Drecha's Factions, Shifting Frontier Lioncess, In the Breakdown of Shino, Vietnamese Relations, On the, Live of the 1075 Border War in Battle Friends, Real and Imagined, War, Border, and Identity in the Chinese Middle Period. New York,https://books.google.com/books.id="vd3 北バッジアンド ピコグラムイコール PA191&LPG イコール PA191 ラングちゃんユニアンユーチョンファちゃんチェンエツナントも中方戦争タイペイグエンホンタオ A ラインランズスルーイットベトナムチャイナコンプリートバウンダリーマーキングプロセスハノイ HTTPS ビネーナムローマガジン VNA ラインランズスルーイットベトナム China Complete Boundary Marking Process-3227HTML。ありがとうございます。